え、待って待って待って、あ、でもゾーラの岬で、ここかな。ここやわ。これで何匹って？12匹、あと3匹でもって、この部屋の中にもう1匹おるんよね。あ、で、ここから戻ればいいんか。よいしょ。こんなに普通に行けてしまうとは。なんで、多分次が、うわ、背後に。背後に迫るチュチュ。待って、じゃあゾーラになっとくか、とりあえず。え、こんなとこあったんですか。あ、え、でもこれ壊せんくね。え、なにこれ、どうやって壊すの。え、待って、なんか走りながら、これか。なるほどなるほど、できたできたできた。ちょ、そこの、そこのはぐれ妖精、私に。よっしゃ、来た、はぐれ妖精13人目。ふう、あと2人。よしよしよし。んで、あとはで、まあ入ってって、ここに、はぐれ妖精が2匹。ってことは、ここで全部集まるな。オッケーオッケーオッケー。どこかな、どの辺かな。なんか、シャボンに入った、はぐれ妖精が、ん？いる。あ、いた！いたよ、いたよ。え？このシャボンを、え、割れた？みじんも割れてね。このシャボンを割りたいんだけど。むずいって。割れた。で、そこで割って、え？割って、ちょっと大妖精のお面を。大妖精のお面をつけます。はい、来たー。はぐれ妖精14人目。さあ、これで、あと、1人。どこだ？はぐれ妖精。あ、あれか。なんか、通路みたいなところにさ、はぐれ妖精おらんかったっけ？あいつや、あいつ。割った。で、どうやって取るん、これ。ここめっちゃ流されるとこやんね。しかも戻ってくるのもめんどくさいし。緑パイプの上から、別にどの緑パイプでもいいってことか。同じ部屋の中におれば普通におびき寄せれるってこと。あれ、同じ部屋ってみんなしてくれとる。あ、でも、まあ、同一マップ内とはなるんか。右下のマップ見た感じ、一応伸びたパイプの中もね、マップにちゃんと乗っとるけん、上がらせてくれ。よし、これで大妖精のお面つけたらここまで来てくれるんかな。うわ、あ、来た、やったー、はぐれ妖精全部捕まえたよ。同じ色の仲間のところに早く。何、同じ色の仲間って。
同じ色の仲間って何ですか？ちょっと、あの、足場。あ、大妖精の泉に行かんといかんのや。でもって、大妖精の泉って、あれなんか、あの村にあったやつだけじゃなくて、なんか各地にあるん。え、初めて知った。ここの場合は、ゾーラの岬？ゾーラの岬。ってことは一回出るのか、ここから。あ、で、ここに戻ってくると。で、この赤丸のとこってさ、大翼の翼で飛んでいけるとこ？ちょっと待って。全然違ったらどうしよう。どこや？え、待って待って待って。あ、でもゾーラの岬。え？で、ここかな？ここかな？ここやわ。全然ここやわ。ちょっと待って。ちょ、一旦行けー。え、穴開いとる。ん、大妖精の泉では なさそう。なんか宝箱はあるけど。ボム中や、ボム中。え、ナッツC で担いでセットする壁を登る新型爆弾。なんか使うところがあるってことか。ちょっと待って、出して。まだこっからさらに進んでいく感じか。やっと来たよ。勇敢な若者よ。私は勇気の大妖精。バラバラになった体を元に戻してくれてありがとう。最初のやつは何の大妖精？お礼にあなたに力を貸しましょう。パワーアップできる、これで。なんかハートに白い、あんなんやったハート。違うよね。あんな白枠ついとったっけ。何？何？あ、防御力が強化された。敵から受けるダメージが今までの半分になった。あ、めっちゃいいんじゃない？だって今まで、あの、一回咀嚼されたら3ダメージがあったのが 1.5 になるってことやろ？あ、だいぶ違うよね。なるほど。疲れた時はいつでもいらっしゃい。そっか、回復もしてくれるんよね。やったー。はい、ということで、じゃあ、グレートベイの、はぐれ妖精は、全部捕まえられたということで、あ、そっか。マップ電話な。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー、あれだな、はぐれ妖精集めるのめっちゃ大変だな。でもまあ大変な思いしてもね、集めたらそれだけの価値がある気がする。え、じゃあそこそこの話でめちゃくちゃ強化されるってことやんね。ここは防御力やったわけやけど、多分他に攻撃力とか体力とかなんかいろいろあるんじゃないかな。知らんけど。